続いてはまた川瀬博さん、はい、出ていただきたいと思います。はい、お願いいたします。じゃあ川瀬さん、この後よろしくお願いします。では皆様、改めましてこのピアノ即興詩人川瀬博と申します。本日はありがとうございます。この後ですね、リクエストを何回かに分けて演奏したいと思います。最初この時間はですね、追悼特集といたします。去年から今年にかけてですね、いろんな方がフランス関係で亡くなっていて、直近ではですね、マリー・ラフォレさんが亡くなった。で今年に入ってからはミシェル・ルグランさんが亡くなったと。それから去年11月7日にフランシス・ペイさんが亡くなったと。後ほどちょっと遺作も演奏するんですけども、その関係で、この時間はですね、このお三方の関係の曲を、短く演奏します。ちなみに先ほどです。最初はマリー・ラフォレと、ミシェル・ルグランですね。ありがとうございます。はい、マリー・ラフォレで3曲、さっきね、リクエストいただいたばかりで初めて聞いたんですけど、赤と青のブルースから始めました。
これはルグラでしたね。ではこの後フランシス・レイさんの10曲メドレー、ちょっと9分くらいかかるんですけども、